お前はジライエちゃんの弟子に間違いないかいな。ジライエちゃん、ちゃんってエロ仙人をガキ扱いかよ。なんでそんな無茶許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よく分かってたんだろう。たった一人でそんな危ねえところに。